今年の春はいつもよりちょっと早くて、本当だと今日、ちょうどあの名古屋も桜が満開の時期なんですが、1週間早く、桜の満開が過ぎてもうそろそろ散り始めています。今日の、歌声喫茶、最初は、春の歌シリーズでいきたいと思います。春の歌を6曲、春の小川、メダカの学校、チューリップ、春が来た、花影、春の歌、続けて歌いましょう。